メンバーシップを考える。はい、ということで、野球もオフになってしまいましたけれども、ドラバラでは、オフシーズンもね、動画だったり配信のいろいろコンテンツを、たくさん出していきたいと思います。で、その中にもですね、ドラバラの中には実はメンバーシップと呼ばれるね、サービスがありまして、そちらではですね、メンバーシップになっていただいた方限定のコンテンツだったり、いろいろなんか使える機能があったりするので、オフにもね、その機能をもっとたくさん楽しんでもらうためにどういうことをすればいいのかなっていうのを、今日はいろいろ計画練り練りしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん聞いていってください。はい。あ、ちなみに最後にですね、そのメンバーシップのなり方も、iOS 版でもなれるやつをね、ご紹介しておりますので、皆さんぜひ参考にしていただければと思います。はい、そうですね、まずメンバーシップの一番今ね、ドラバラで多分使えるのがあれですね、スタンプですね。はい、私のドラバラの、出した動画だったり配信の動画に、こうチャットとかでね、コメント欄で使えるスタンプがあります。ドラホーとかね、ナイスとか、ハッシュタグめちゃくちゃとか、ツインテール最強、今日もそうや、ツインテールですね、とか、あとチャンスみたいな文字のやつもありますね。うん、あと立浪監督が大好きってわけじゃないんですけどね、このね、格言にしてる米編の方の木っていう言葉とかのボンって大きいスタンプがあったりしますね。うん、なんかこう、ここでチャンスだから決めてくれって時にチャンスチャンスチャンスとか、こうキキキキキみたいなのがね、結構並ぶと配信中私もかなりテンションが上がっております。そうとかね。うん、あと、そのメンバーシップになっていただいた方のアカウントには、そこのね、お名前の右に、こう、メンバーシップのバッジがね、ポンとつくので、私もすぐわかるという感じですね。うん。で、そのチャットとかで使えるスタンプ以外にもですね、結構これはよくちょくちょくやってるんですけど、コミュニティというところでね、掲示板みたいなところがあるんですけど、そこで配信の時に、この、今日の髪型だったり、今日の、ユニフォームをメンバー限定の投稿で投票フォームを作っているので、それで皆さんに今日の髪型を決めていただくみたいなことをね、やってますね。はい、なかなかね、こうね、そのパートナーの方にね、この髪型してって言いにくいような髪型でも私はやってしまいます。これ見てください、このツインテール24ですよ。社会人2年目の女の子が何人ツインテールしますかって感じだと思うんですけれども、私はね、皆さんがこう投票してくれるの結構ツインテールが多いので、ツインテールも多めになってますかな。そうだ、オフの間も結構配信する予定なんですよ。そう毎週月曜日と金曜日は配信か動画を出すっていう予定なので、その時のね、あれも決めていけたらなとか思うし、そう、そのコミュニティが多分一番メンバーの人と触れ合える時間かなと勝手に思ってて、そうなんかね、たまにですけど現地でこうね、写真撮った時に、こう、あ、この写真はメンバーであげようかなとかもあげたりもしてます。うん、あとはそうだね、そのメンバーの人のコミュニティで掲示板みたいになってるので文章も書けるんですね。うん、なのでそこでこうちょっと気になったプレーとかね、ドラゴンズに関わらずいろんな球団でもちょっとね、まあオフはね、ドラゴンズペナントはね、ちょっとあれでしたのでまあね、ちょっと気になったプレーとか、そう、この選手のこういう、ここの活躍、フェニックスのとかね、キャンプでのこういうのがいいよねっていうのもね、なんか書いていけたらなと思いますね。うん、なんかね、やっぱ野球コラム書くの好きなんですよ本当、全然私はあれなんですけど、そうなんで、ちょっと私独自の視点で何かそういうのをね、お伝えできる場にできればなと思いますね。うん、そう、メンバー限定で動画を公開することもできるので、それもね、なんかできたらいいかなと思っております。うん、私もまだちょっと使ったことないので、そう、皆さんがどういうのが欲しいかっていうのも結構すごく気になります。はい、なんで、どんな動画を見たいか、ぜひメンバーの方コメントで、書き込んでおいていただけると大変助かります。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、ここからは、ドラバラのメンバーのなり方を、ぜひちょっとね、やっていきたいと思います。まあね、ちょっと実はiOS の方だと、そのアプリから行くとちょっとね、
すぐにはメンバーにポッとできない時があるので、一応 iPhone の方、そしてその iPhone のアプリを使ってる方向けに、ちょっとやり方わかんないよって方向けに今お話ししますね。うん。結構あれなんですかね。こうデスクトップとかだとわりかしねすぐポッと出てくるんですけど、 Android とかだとね、うん、まあ iPhone、 私も iPhone ユーザーなので皆さんに、伝えていきたいと思います。そう、ここで一つかなり重大なポイントがあってですね、実はこのメンバーシップアプリから YouTube を開くと入れないような仕様になってしまっています。なので、まあね、サファリだったりお使いのブラウザーから、飛んでいただくことを、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、こんな感じの画面が出てると思いますね。縦中でね、こうスマホサイズのボっていうのが出てると思うんですけれども、まずですね、ここのスマホサイズから、デスクトップ用に変更するというのが一番大事になっておきます。ちっちゃくね、ちっちゃいあと、ちっちゃ、大きいあが、あって並んでるこのホームの下あたりですね、左下あたりのマークをタッチしていただけると、デスクトップ用ウェブサイト表示というのが出てきます。はい、そこを押してもらいます。よいしょ。となると、はい、皆さんがパソコンで YouTube を見た時の画面になります。ボーンとね。うん。で、そこを見ていただけると、先ほどなかった、登録済みの隣にメンバーになるという表示が出てきました。なんということでしょう。てん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 。ということで、ここをですね、ポチッと押していただくと、このチャンネルのメンバーになります。メンバーシップの特典をご利用くださいということでですね、この月会費と、あとこのメンバー用のバッジ、それからカスタム絵文字なんかも出てきますね。うん。で、こんなんが使えますよとか出てきます。で、これでメンバーになるを選んでいただければ大解決でございます。ということでね、いや、いろいろ自分でもそのオフのいろいろ計画はね、もう立ててはいるんですけど、やっぱ皆さんに意見が、皆さんの意見が一番大事ですから、うん、皆さんがいなければ私はやっていけませんので、いつもそういう意味で本当にありがとうございます。はい、ということでね、オフも、たくさんドラゴンズの配信、そして、ドラバラチャンネルは皆さんを楽しませるようなコンテンツを、どん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 提供していきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。メンバーシップもよろしくお願いします。それではまた次回の配信お動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。いいぞ、頑張れドラゴンズ、燃え